RV-14RV-14 RV のコックピットバンズエアクラフトはリチャード・バングラス・ベンにより設立されたアメリカ合衆国のホームビルト機メーカー、オレゴン州マリオン郡のオーロラ空港に拠点を置いている。製品はアルミニウム製の単発低翼機シリーズ RV の組み立てキットである。RV シリーズは低価格ながらスポーツ機として 十分な性能を確保しているため、1965年に RV-1 を発売して、以来、2012年までに8000機以上が販売されるなど、ホームビルト機としてはベストセラーとなった。2017年現在は、特性の異なる8種の RV を販売しているが、いずれも曲技飛行が可能であるため、趣味で曲技飛行を行うアマチュアに人気が高い。 また RV-14 にはグラスコックピットを採用するなど新たな技術の採用にも積極的である。キットとスペアパーツの販売のほか RV を教材とした組み立てを指導する技術教室や購入者を対象としたフライトスクールも開設している。機体の性能は完成品として販売されている他社製品と比較して遜色なく費用対効果に優れ。 組み立て技術や設備を持たない客を対象として、組み立てを請け負う業者によって完成された機体も販売される。ありがとうございます。